皆さんこんにちは。ワンランク上の歌を目指すオリオン歌の学校主催のオリオンです。今日は、前回の動画で言った一つ一つ出す、これを実際にどんな風にやるのかやってみたいと思うんですけれども、最初に4つ注意点があります。1つ目、僕の声をよく聞いてください。僕の声が正しいわけでは全然ないですし、米津玄さんの声が正しいわけでもなくて、ね、女性が歌う場合もあるでしょうし、自分の声っていうのを、ね、見つけていきたいなと思うんですけれども、とりあえず今は、僕が見本になるので、僕の声の雰囲気とかなんかいろいろを真似するっていうところをやりたいんですね。でそのうちにだんだん自分の気持ちとか自分の声っていうのが見えてくると、僕の声はきっかけになって自分の声っていうのが、ね、見えてくるようになるので、とりあえず最初のきっかけとして僕の声をよく聞いてそれを真似するっていうのを頑張ってください。では2つ目ですけれども、2つ目はですね、急がずにゆっくりたっぷり声を出してください。この練習してるとよくこう急ぐ方がすごい多いんですね。その夢なみたいな感じで、それゆっくり歌ってるだけやんってなっちゃうんで、この1個をめっちゃかっこよくしようっていう風にしていきたいんですね。僕が見本見せたら一応間は開けますけど、僕が言うって聞いたら、聞き終わったらピッとポーズを押してですね、で自分で言うってしていただいて、言い終わったらポーズ解除して一回一回ね止めてやってもらった方が練習になると思います。どんな練習かなってサクッと見るときは別にそのまま流して見てもらったらいいと思いますけれども、ちゃんと練習したいなっていう方は一回一回止めて自分の中でそれを再現しようって言うって、こういう風にねたっぷりやった方が絶対練習効果があるんで、急がないって、これを大事にしてください。3つ目ですけれども、3つ目はですね、一つの声に対して一つの息でやる、これもすごく大切です。夢なっていくとね、要は一つの息で何個もやっちゃうとこれ同じ気持ちになっちゃうんですね。でも夢っていう風にそこ息吸って次の声に行くと、ここはまた別の気持ちになるんですよ。一個の音に対してちゃんとそれぞれの音に対する気持ちを出していくっていうのがねすごく大切なんで、そうすることでそのメロディーがかっこよくなっていくんですね。だからこう一つの、音に対してちゃんと一つの息をちゃんと使ってあげるっていうのをやってください。4つ目ですけれども、4つ目はですね、これちょっと難しいです。空間を感じて声を出す、これはちょっと一言で言えるものじゃないんで、またおいおいこの話はしていきますけれども、声をただバーンと出すだけじゃなくて、それがどんな空間にその声が出たのかなっていうのを意識してほしいんですね。例えば愛してるっていうのを狭い部屋で言ってるのか、広いところで人がいっぱいいる中でつぶやいてるのかっていうので全然イメージが変わってきますし、その言うっていうのをどんな空間の中にどんな声を置くのかなっていうのがね、これ表現の中で結構重要になってくるんで、ただちょっと抽象的すぎて難しいと思うんで、これはちょっと対面でねレッスンした時にできることかなとは思いますが、歌がだいぶ上手な方っていうのはこの空間を意識するっていうのをね考えていくと、もっと違う歌の深みっていうのが出てくると思うんで、またこれ動画でするの難しいと思いますけれども、また話とかしていけたらなと思っています。あれこれ言いましたけれども、基本的にはですね、出しやすいとか気持ちいいとか楽しいとかそういう感覚の方がすごく大切なんで、真似するよりもこっちの方が気持ちいいとか、ちょっと続いちゃったけどいや今なんかすごくいい感じとかがあったら、その注意事項を守るよりも自分の気持ちいい方にねどんどん行っちゃったらいいと思います。これが正しいとかじゃなくて、自分の気持ちに従っていくっていうのがとても大切になります。ではやってみましょう。夢ならばどれほど良かったでしょう。今日はもうここだけをやっていきたいと思います。照れないでもうめっちゃかっこつけるっていうのを絶対頑張っていただきたいなと思います。では行ってみましょう。男性のキーからいきますね。夢なー
バー、ドー、レー、ホー。よかたで。もうこれ何回もリピートしてやってもらったらいいと思うんですけれども、気持ちを込めるっていうのをやりたいんで、僕はどんな気持ちで出してるのかなとか、どんな雰囲気の声かなっていうのを真似していくと、だんだん自分の気持ち込めるっていうのがね見えてくるかなと思います。では女性のキーやってみましょう。女性のキーね、どのキーにすれば一番出しやすいかなってちょっと迷ったんですけれども、今はこのキーでやってみたいと思います。僕ちょっと裏声メインで出すんで、地声でも裏声でも出しやすい声でちょっとやってみてください。You はい、一つ一つ出すやっていただきましたけれども、いかがだったでしょうか。まあこれはもう一回ずつ男性と女性と動画撮ってるだけですけれども、本当繰り返して自分の納得のいく声を見つけてくださいね。そしたら本当歌絶対変わってると思うんですけれども、で次回はこの一つ一つ出すやつを実際つなげていこうということですね。で一つ一つができてるとつなげるのももう大体ある程度できると思うんですけれども、まあ、それをどういうふうに意識していくのかっていうのを、また難しい話になりますけど、やっていくことでめっちゃもうやっぱ抑揚がついてくるんで、そこをやれるといいかなと思っています。はい、最後になりましたけれども、皆様からのコメントをお待ちしております。書きにくいかもしれないですけれども、何か言っていただけると、まあ、できるだけそれに応えていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。あとチャンネル登録とグッドボタンもぜひよろしくお願いいたします。ではワンランク上の歌を目指すオリオン歌の学校主催のオリオンでした。
めなら、ばと、れ、ほ、と、よ、か、た、で、しょ、